みんな知らない体操知識解説パート3。今回は鉄棒の C 難度の離れ技山脇を紹介します。日本が誇る山脇教授さんが発表した離れ技、正式名称は心身マルケロフ、案外短い。実は体操選手やファンの間では心身コスミックと呼ばれていたりします。今まではたくさんの選手が演技に取り入れていたが、2022年からルール変更があり、D 難度から C 難度に格下げになったので使用者が減るかも。派生技としては、山脇から1回ひねるウェルシュトロムという技がありますね。この技はルール変更は、なく F 難度となっています。ということで以上、ご視聴ありがとうございました。